ナンバーアンダーラインアイが見せた和の美と現代の融合平野翔プロデュースの「ボン FNS 歌謡祭夏」での感動的なパフォーマンスの裏側に隠された努力と情熱とは彼らのパフォーマンスが始まった瞬間私の心は期待と興奮でいっぱいでした平野翔がプロデュースした「ボン」は「FNS 歌謡祭夏」の舞台でどのように輝くのか私はテレビの前で正座して目をそらさず 瞬瞬瞬きもせずににその一瞬一瞬を見逃さないようししました赤い衣装に身を包んだナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがステージに現れた瞬間会場の空気が一変しました彼らの存在感とその独特の雰囲気に私は完全に引き込まれてしまいました「和」をテーマにしたこのパフォーマンスは古典的な美しさと現代のエネルギーが見事に融合していて 視覚的にも音楽的にも非常に満足のいくものでしたナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが繰り広げる高度なダンスパフォーマンスはまるで一つの物語を語っているかのようでした彼らの動き一つ一つが音楽と完璧にシンクロしておりそのキレのあるダンスは観客の目を釘付け気にしました平野翔のプロデュース力がこのパフォーマンスにどれほどの影響を与えたのか改めて感じさせられる瞬間でした 特に印象的だったのは、メンバーたちが一体となって織りなす美しいフォーメーションです。彼らの動きには一切の無駄がなく、すべてが計算され尽くされていることが伝わってきました。それはまるで、一つの巨大な機械が精密に動いているかのような完璧さでした。そして、その中にもそれぞれの個性が光り輝いており、一人一人のパフォーマンスが合わさって一つの大きな芸術作品を完成させているのです。 観客の声援と拍手がステージに届くたびに、メンバーたちの表情にはさらなる自信がみなぎり、パフォーマンスに一層の熱がこもっていくのが感じられました。彼らのエネルギーと情熱は、画面を通しても私に伝わり、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができました。ボンのパフォーマンスが終わると、私は思わず息をつく間もなく、その余韻に浸っていました。この瞬間を共有できたことは、 私にとって大きな喜びであり、これからもナンバーアンダーライン愛の成長と進化を見守りたいという強い気持ちが芽生えました。さらにこのパフォーマンスの裏側には、メンバーたちの並々ならぬ努力と情熱が隠されていることを忘れてはいけません。練習の過程で彼らがどれほどの時間をかけ、どれほどの困難を乗り越えてきたのか、その背景を知ることで、 より一層彼ららののパフォーマンスが特別なものに感じられます例えば平野翔がボンをプロデュースする際にどのようなアイディアやコンセプトを取り入れたのかまたメンバーたちがそのアイディアをどのように実現していったのかそれぞれの役割と責任を果たしながら一つの目標に向かって努力する姿は私たちに多くの感動と教訓を与えてくれます。 この「ボン」という作品が持つ深い意味とメッセージ、それをどのようにして観客に伝えるか。パフォーマンスを通じて、彼らが伝えたかった思いとは何なのか。これらの疑問に答えることで、私たちはより深く彼らの世界に入り込むことができるのです。そして、観客として私たちができることは、ただ彼らのパフォーマンスを楽しむだけでなく、その背後にある努力と情熱を理解し、共感することです。 彼らの成長を見守り、応援することで、さらに素晴らしいパフォーマンスが生まれるのです。今回の FNS 歌謡祭夏でのボンのパフォーマンスは、間違いなくその一例であり、これからも続く彼らの活躍を期待せずにはいられません。私が感じた興奮と感動は、他の観客たちにも同じように伝わっていたことでしょう。SNS 上でも、数多くのファンがこのパフォーマンスについて語り合い、 その素晴らしさを称賛していました。彼らのコメントを見ると、私だけでなく、多くの人々が同じように感動し、心を動かされていることがわかります。瞬きもせずに見届けましたというコメントが多く見られたことからも、その集中力と期待感が伝わってきます。特に、平野翔がプロデュースしたという点が、多くのファンにとって特別な意味を持っているようでした。彼の名前が出るたびに、 ファンの歓声とともに、そのパフォーマンスへの期待が一層高まっていくのが感じられました。また、衣装やダンスの細部にまで注目し、そこから感じ取ることができる美しさやエネルギーを楽しんでいる様子が伝わってきました。このように、FNS 歌謡祭夏でのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンス、ボンは、ただのエンターテインメントにとどまらず、多くの人々に感動とエネルギーを与える特別な瞬間でした。 それは一夜限りのものではなく、これからも彼らの活躍を見守り、応援していくための大きなきっかけとなりました。私たち観客にとって、彼らのパフォーマンスを見ることは、単なる楽しみ以上の意味を持っています。それは、彼らの成長を共に喜び、その努力と情熱に共感し、そして何よりも、彼らの存在を感じることができる貴重な体験なのです。 これからもナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを楽しみにしながらその背後にあるストーリーやメッセージを大切にしていきたいと思いますそして次のステージでも彼らがどのような驚きと感動を与えてくれるのか期待せずにはいられません最後に彼らのパフォーマンスに対する私の期待や感動をどのようにして次の世代に伝えていくかを考えることも重要です彼らの努力や情熱は 単にエンターテインメントの枠を超えて、多くの人々に勇気や希望を与えるものです。それをどのようにして次の世代に伝え、彼らが同じように感動し、成長していくための一助となるか。それは私たち観客一人一人に託された大きな役割かもしれません。彼らのように、何かに真剣に取り組み、その結果を見せることで多くの人々に感動を与えることができる存在になりたいと願う若者たちが、 ここれからも増えてていくことを願ってやみませんそのためにも私たちは彼らのパフォーマンスをただ楽しむだけでなくその背後にある努力や情熱を理解し共感しそしてそれを次の世代に伝えていくことが重要なのです彼らのパフォーマンスから得た感動や教訓をどのように次の世代に伝えていくかについて考えながら私はさらに深く彼らの活動やその意義について考えるようになりました ナンバーアンダーライン・アイのように多くの人々に影響を与える存在がいることで私たちの社会には新たな希望やインスピレーションが生まれるのですそれは単なるエンターテインメントにとどまらず人々の心に残り未来への道しるべとなるものです例えば彼らのパフォーマンスを通じて得られるエネルギーや感動は日常生活においても大きな力となります 私たちが困難な状況に直面したとき、彼らのように一つの目標に向かって努力し続ける姿を思い出すことで、自分自身も前向きに頑張ることができるのです。平野翔がプロデュースした、ボンは、その象徴的な存在として、多くの人々にとっての希望の光となっています。さらに、彼らのパフォーマンスが持つメッセージ性にも注目することが重要です。和をテーマにした、ボンは、 古典的な日本の美しさを現代に生かすことで、新しい価値を創造しています。これは、伝統と革新の融合を意味し、私たちが過去から学びつつ、未来に向かって新しいものを作り出すための指針となります。このようなメッセージは、特に若い世代にとって重要であり、彼らが自分自身のアイデンティティを見つける手助けとなるでしょう。そして、彼らのパフォーマンスに対する私たちの反応も、 彼ら自身にとって大きな励みとなります。SNS 上でのファンの声援や感謝のメッセージは、彼らの努力が認められ、愛されていることを示しています。これにより、彼らはさらに高い目標に向かって進む勇気を得ることができるのです。私たち観客として、彼らのパフォーマンスに対する感謝や感動を言葉にすることで、彼らの成長を後押しすることができるのです。 私たちが日常生活の中で、彼らのように情熱を持って何かに取り組むことができれば、きっと周囲の人々にもそのエネルギーが伝わることでしょう。例えば、仕事や勉強、趣味などにおいて、自分の全力を尽くすことで、他の人々に良い影響を与えることができるのです。彼らのパフォーマンスから学んだことを、自分自身の生活に取り入れることで、 私たちはより豊かで充実した人生を送ることができるのです。